スンダ文字は、インドネシアのジャワ島西部で話される、スンダ語を表記するためのブラーフミー系文字。14世紀から18世紀にかけて用いられていた、コスンダ文字に修正を加え、20世紀末に復活させたものである。ジャワ文字やバーリ文字と近い関係にあるが、独特の字型を持つ。ラテン文字とスンダ文字で書かれた、道路名標式コスンダ文字は14世紀から、 使われたが、17世紀末以降は主に、ジャワ語で文献が書かれるようになり、スンダ語は話し言葉専用に交代した。スンダ語はアラビア文字でも表記され、また、ジャワ文字に多少の変更を加えて、スンダ語を表記できるようにしたものが19世紀から1950年代まで学校で教えられた。現在スンダ語を表記するには、ラテン文字が主に使われる。 こすんだ文字を改良して、現代のすんだ語が表現できるようにしたものが、標準すんだ文字として1996年に制定され、学校教育で教えられたり、道路標識に用いられたりしている。現代すんだ文字の構造は、ジャワ文字とほぼ同様だが、母音字は7つある。新字の内ジャワ文字にあるスディエチがなく、代わりに FVZXK1 イが追加されている。 死因時は単独では、母音 A が後続し、それ以外の母音が後続するときは、母音記号を加える。母音の後続しない死因は、ビラーマを加える。他に、音節末の難 HR 及び、死因の後ろに置かれる YRL の記号がある。2008年のユニコード5.1で、基本多元語面の U プラス 1B80U プラス 1BBF に追加された。 2012年のユニコード6.1でこすんだ文字のための文字が追加された。ありがとうございます。